と簡単にして、老若男女、誰でも踊っていただける簡単な、共演袖振れの踊りがございますので、ぜひ一番前に立っている GF メンバーをお手本にして一緒に踊っていただけると幸いです。まず、早速レクチャーに移るんですけれども、あ、そうですね、はい、前にできるだけ前に、踊り子の皆さん行っていただけると、はい、早速ではレクチャーしていきたいと思います。まず一番メジャーな何回も出てくるカノンという振りがあるんですけれども、それはまず一番初め、左右左パンチというふうに、まあ、ゆらゆらしていきます。で次膝膝ポンポン、膝膝もう一回いきます。左右左パンチ、膝膝ポンポン、膝膝、次くるくる回します。くる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 、次手上げてバンザイポンポン、右左くる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 、せーのバンザイポンポン、揃えます。はい、そうですね、普段はこんなに息の切れない踊りなんですけれども、私たち5分40分ぐらい踊った後なんでちょっとしんどいですね。はい、では続きのレクチャーに行きたいと思います。次、右手と大きく、次左手回していきます。右手左手ニョキッと伸ばして開くよー、ポンって大きく腕を開いてクロスします。はい、ここまでが一番メジャーな踊りとなっていますので、一回みんなでここまで復習していきたいと思います。じゃあ左側向くところからいきます。せーの、左右左パンチ、膝膝ポンポン、膝膝もう一回、左右左パンチ、膝膝ポンポン、膝膝、次腕を回します。くる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 、はい、せーの、あげたいポンポン、くる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 、せーのバンザイポンポン、揃えます。次右から右手左手右手左手、ニョキッと伸ばして開いてよポンですね。めっちゃいい感じです。まあ次またいろんな振りあるんですけども、まあ、5分って言われてるので、ちょっと次は女振りっていうのをレクチャーしていきたいと思います。めっちゃ簡単です。右を向いて盆踊りのような、ちょん、はい、次左向いてちょん、右向いてちょん、はい、左向いてちょん、そう、これを2回したらゆらゆらっていう風に、次体を左右に揺らしていきます。ゆら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 、いいですね。その時右から揺れるので、次左手を右手に揃えます。揃えて下ろして下ろしてポンポン、いいですね。これは全部レクチャーですか？どこまで、あ、バツですよね。どこまでレクチャー、え、あ、ゆら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 右、あ、そうでした、失礼しました。それはあれですね、スペシャルバージョンですね。ゆら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 したら、次もう一回右ちょんですね。左右左、ゆらゆらゆら、そして右手右手、こっち右手、はい、次左手、はい、肘から下ろす、はい、下ろす、はい、右手をポン、左手をポン、伸ばして下ろして、タタラタタタラっていう風になっていきます。これが女振りです。はい、全部やらなくていいらしいので、そうですね、じゃあ最後のややこしいところ最後にしていきたいと思います。女振り終わった後、どんな折り、タタタタ、いくぞー、じゃあはい、上ですね、上下上下上下、1234
五、せーの、よーで大きく、うんぱ、反対よ、うんぱ、あ、次回ります、回って、右パンチ、左、右、左、五、六、上から下、下から上、最後はモスペバと一緒です。右、左、右、左、右、左、一回転して、せーの、ポーズという風に終わります。レクチャーはこんな感じで大丈夫ですか？OK！ いただきました。じゃあ、これで一回レクチャーの方終わりたいと思いますので、早速最後、皆さん一緒に総踊りの方をやっていきたいと思います。はい、盛り上がってください。はい、ここで来賓の方々と最後一緒に踊って総踊りにて、これにて京都学生祭典を終了したいと思いますので、最後皆さん一緒にレクチャーしたところだけでも大丈夫ですので、一緒に踊っていただきたいと思います。はい、じゃあチーフの人もいい感じに広がってください。はい、それでは最後の最後の最後の最後ですね、総踊りショートバージョン、ショートバージョンじゃない、じゃあ総踊りの簡単バージョンを最後の最後の最後に皆さん一緒に踊って終わりましょう。では私の掛け声で始めたいと思います。はい、いきますよ。それでは参ります。袖振れ合う持った少年、共演袖振れ構え。はい、一番初めはターンスティックというところなんですけど、
京都学生祭典じゃないですね。総取りを終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、総取りはお楽しみいただけましたでしょうか。私は初めて総取りに参加したのですが、会場の一番の盛り上がりを感じて、最後を締めくくるのにふさわしい企画だったと思います。私も皆さんと同じ場所で踊ることができて楽しかったです。来年も楽しみですね。さて、グランドフィナーレも全ての企画が終了いたしました。